動き。普通の攻撃じゃねえ。間違いない。すいません。さあ、ツンニャオダルシムがまず先手を取っている。さあ、ヨガテレポはうまく正面で落としていく。さあ、上り大胆で中段。さあ、セービング。さあ、エンダイ。さあ、そこの攻めは百鬼投げ。さあ、そこは投げで返していくのはツニャオダルシム。が結構痛い。そしてカタストロフィー奥攻めはアシュラでやっぱり逃げる。さあ、ザンク当たって、しかしかなり強気に攻めていきます。交通攻撃。さあ、しっかり100から投げ派生で、さあ、まずは交通が1本。まあ、いい。 EX100 機は相手をフォーミングする。さあ、そのまま4まず掴んでいきたいが、押し込んでいって、さあ、そこは決めるの。さあ、これは痛い。しかしリバースアシュラは華麗にかわしていく。そっといい勝利。くぐって投げて、さあ、もう一度投げて、さあ、飛んだところにしっかり飛び落として一本取り返してファイナルラウンド。さあ、ザンクが一発当たる。さあ、円体連携から投げていって、はい、シングルタッグはしっかりガード。さあ、100キロ追っかけていく。さあ、テレポで逃げて、さあ、気を吐き、手を伸ばし、さあ、長い家スタート。そしてテレポ、さあ、近寄せない。おっと、ここは投げて、さあ、お互い、さあ、まずはカタストロフィーからリベルつないで、さあ、準決勝進出したのはツンニャオダルシム。